皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。どんどんプレイしたいゲームが遠ざかっていきます、かねてからずっとプレイしたかったゲームをのんびりとやっていきたいと思うのですが、ミネルバトンサーガー来ました。王道です。実況なさってる方はかなりいらっしゃるのですが、ノーエンカウントで、戦闘重きではなくストーリーメインでプレイしていけたらなと思います。大好きなゲームなので最後までやり通したいところでございます。すごくグダグダになるとは存じますが、最後までお付き合いいただけると大変嬉しく思います。よろしくお願いいたします。それではスタート。来ましたね。名前ですね。もうどうしよう。ミネルバトンって言えば何ですか。モーム。かぶっちゃいますね。ワンユイとか、なんか不思議な名前の人が多かったような気もします。しますけど。なんだろう、名前困るなぁ、これ。それっぽい名前がいいですよね。でも、ひらがななんですよね。4文字なんですよね。何にしよう。何にしよう、決まらないなぁ。伸ばすやつがいいかな。それっぽく。あ、悩む。悩みますね。名前どうしよう。名前。どうしよう。主人公、男性ですよね。目の前に月のポスターがあるのでムーンなんかどうでしょう。すっごい愛。これ伸ばしますね。なんか嫌ですね。いびき嫌ですね、これ。フル。フル。伸ばす。フルムにしましょう。フルムン、これでいいんじゃない？あら、5文字つけられた。フルムでいいですね。フルムでいきます。デラ、フルムンよ、私はもう寿命じゃ。フルムン、そんな父さん
私はお前の父ではない。お前は本当はパルメキアの王子なのだ。ラゴンの手下のザイラスに滅ぼされたアーカサス城があるあのパルメキアの。私は王に仕えた神官に過ぎぬ。王子よ、南オフェリアをラゴンから救い、パルメキアを再び栄えた国にしてくれ。でもどうしたらいいの？ローランの王に会いなさい。と力になってくれる良い息子で良い息子でいてくれた父さん、父さん。あれ、ほんとすいません。なんか最初からグダってる。あ、懐かしいですね。懐かしい。旅に出る者は皆マジックギルドに行くのが習わしじゃ。ドルフの人々は船がなくて大変困っています。ファイナスの城の廃墟は東の方にあるけれど、その前に南のモルトンの武器屋に行った方がいいわよ。母さん、どうしているのかな。後々繋がってくるんですよ。最初の仲間にならないんですよ。あなたが誠の王子なら共に旅をしたいのですが。ワンユイ、来ましたね。ミネルバ島の神話は吟遊詩人の歌の一番の題材さ。おら、酔っちゃいねえぞ、と。ミネルバロードは、その昔神々が作ったと言われる時と空間を超える道じゃ。あ、収まりましたね。お主がパルメキアの王子だと信じられぬ。では、こうしよう。ここ、サイナスの国の昔の城に、私の王冠がある。闇の攻撃が熾烈で、ついに取り戻せるままじゃ。街を出る許可を与えるから。王冠を取り戻してこい。さすれば、お主を王子と認め、全国にお触れを出してやろう。お主が誠にパルメキア王の血を引く者なら、たやすいことじゃ。来ましたね。第一の関門です。これ、どこまで続くんだろう。なんか、だらだら続くとだな。エヴァーグレイスに手届くかな。まあ、ゆっくりやっていきます。両立しながら。はい、レベルも120なったところで王冠を取りに行きましょうかね。すごい、最初から最強って何なんですかね。あ、いいですね。もう久しぶりこのフィールドの音楽を聴いていいなぁなんて思ってるんですけど、何もかもが懐かしいことで王冠を取りに行きたいと思います。冬です。王冠を手に入れた。
通してくれたのか。お礼としてお前が本当のパルメキアの王子だと全国にお礼を出してやろう。そして贈り物として傭兵を一人つけてあげよう。彼の名前はユラトじゃ。あ、懐かしい。南のモルトへ行き、旅の支度をとと整えるがよい。では、気をつけて行くのじゃ。あ、話変わってますかね。昔々の物語。ウルレインからの旅人が、邪悪な闇の王子より、オフェリアを救ったと。そして、その旅人は、古の都、サーラとガレリアを開いたんだと。昔々の物語。これが、レオンのサーガです。私はワンユイという魔導士、フレアの魔法が使います。旅のお供に加えてください。はい。で、これでワンユイが止まりました。敵が出ない設定なので、サクサク進めるかと思います。主人って素敵な方が多いのよ。だけど語ってくれるサーガはもっと素敵だわ。旅は長いものです。焦らずに力をつけて。噂ではここの靴屋は魔法の靴が作れるそうだ。ああ、後にわかります。魔法の靴をお売りしたいのですが、あいにく材料がありません。そう、あの兜はどこなんだ。南の塔にローラの火があるそうだ。私はオフェリアで一番の鍛冶屋だ。しかし、ローラの火がないので、鋼が鍛えられぬ。ここは占いの店じゃよ。占って死んだよ。はい。砂漠を越え、ドルフへ行くのじゃ。私の夫は村一番の船乗りでした。でも、魔物が憎い。船の神事は船の守り。聖なる船は魔除けの宝。海の神様トールの歌ですよ。あんたパルメキアの生まれだって。南の石はまだ大丈夫って話だぜ。ここから船で北へ向かい、商業の町芝居に行きたい。でも船は出せないという。どうだったかな。ちょっと忘れてますね。聖なる船さえ使えたらな。打ち合わせをすると次の日が辛いぜ。そんなこと言う人いたかな。あー、やっと傭兵でも傭兵あんま使わないんですよね。どこかの神殿に船の神事があるそうです。
私は聖なる船を守っているマナンと申す者、早く立ち去りなさい。船の真珠をもらいにイザムへ会いに行きます。私はイザム、過去を振り切って神官になったものです。イザムのイベントも本当にロマンチックなんですよ。ラゴンに勝つには神々の知恵と力が必要さ。私、ミコのニーナ、素敵な方ね。この男ってみんなダサいの。ここは海の守り…もう船の真珠を手に入れた。すいません、読めなかった。早くあなたの本当の力に目覚めてください。すいません、大事な…おお、船の真珠を持つものこそ聖なる船の使い手、さあこれを取りなさい。聖なる船を手に入れた。すべては魂の赴くままにお気をつけて。はい、船を入手したので商業の町芝居まで行きたいと思います。船の音楽もいいですよね。ここは商業の町芝居、素晴らしい品物が集まってくるって話だよ。恵みを。ありがとうございます。これはラムルーンから持ってきたもの、お礼に差し上げます。お、カロウの杖、カロウの杖を手に入れた。まあ後々カロウさんが、あ、すいません、ネタバレになるので言いません、ごめんなさい。知能にすべて切り取られて破産してしまった。古の都サーラは闇によって滅ぼされた。ラトニアの人々は魔物が攻めてくることを恐れ、谷の入り口を大きな岩で塞いだ。その岩の向こうから人々の泣き叫ぶ声が風に乗り入り口にも聞こえた。人々はいつしかそこを嘆きの谷と呼ぶようになった。そのラトニアも今はない。ここは占いの店じゃよ。カロンという名前の男を見つけるのじゃ。強い味方となってくれようぞ。カロンさんはいい人です。ジノーは商売がうまいからな。わしは芝居のジノーだ。オフェーリアではどこの町でも顔が利くぞ。ところで退屈してたところじゃ、わしも仲間に入れてくれんか。いかにもお前の親はわしが食ってやったわ、悔しいか、わっはっはっは。
バイエラス？おお、もっと戻りましたね。ライラスが攻めてきたとき、勇敢に戦い、あなたが逃げるときを稼いだジムの墓です。私は思い出せない。記憶喪失。閉ざされた壁を抜けられるのは力のある魔導士のみです。スルーの魔法ですね。ここは王子様が昔通って行かれたミネルバロードの入り口です。しかし今は時の門によって塞がれているのです。時の門を開けられるのはユレアの島ラナだけです。ルーじゃないのかい？ああ、私の息子に会いたい。ルーどうだったかな？なんかイベントだったと思います。ルーのお母さんは町外れにいるわ。あ、いた。見つけましたよ。アイスパレスの洞窟には錆びたドアがある。アイスパレスのうちに出てくるアイスパレスの曲もいいんですよね。早くラゴンを倒すのです。それがお父上の弔いにもなるのですから。みんな戻ってきた。長生きはするもんじゃ。王子様、ご無事でしたか。タロンどこだっけ。ここはドロス島です。私はレオンの再来を待ち続けているのです。これも後に繋がっていきますね。ああ、あったあった。いました。ここは一種、ゆっくりしていってね。ロンさんなら、おっといけない。下にある泉は、不思議な泉じゃ。僕の名前は、トムトム。あ、文通してるんですよ。あ、カロンさん。悪かった。杖がないと何もできないのでな。杖は確かに受け取った。王子よ。私はラムルーンでやらねばならぬことがある。連れてってくれないか？騙してごめんよ。カロンさんに頼まれてたんじゃ。アイスパレスという氷の城が北にあるというか、パレスも音楽がいいんですよね。だいたい聞いたかな。伊豆の都というだけあって、ここは綺麗なところだね。あら坊や、お酒はまだ早いんじゃない？沼地に住むセレンの魔女は人々の動きを止める。セレンが心を許したのはただの一度だけ。今でもその男を思って毎日泣き暮らしているという悲しいセレンの物語。ネタバレになっちゃうな。
の城へ行きたいと思います。なんか石碑があった。石碑にはこう書いてある。偉大なるハーンは4人の子を設けた。力の神グラ、運命の神デリト、大空の神ラムルーン、誕生の神ギネ、この4人である。私的に有名な話ですね。あちだー、私はここに残ります。この守り札を持っていきなさい。私はどこであろうと現れてお役に立つことでしょう。守り札がなくなったらまたここに来てください。ラゴンを倒すのです。あなたにはそれができる。ローランに戻りたいと思います。石碑があった。石碑にはこう書いてある。レオンを勝利に導いたもの、それは光り輝く3つの装備、そしてユリアの巫女の力。石碑があった。石碑にはこう書いてある。大いなるマルクを駆使しレオンと共に戦ったノヴァンこそラムルーン神殿の創始者。以来ラムルーンの大神官は大いなるマルクを授けられる。僕の母さんはアーカサスにいるという話です。どうか連れてってください。それでもう一回ワンユイ仲間にします。ルー、母さん、母さん、あ、ルー、会いたかった。ルー、もう二度と離れない。何とお礼すればよいのでしょう。そうだ、ここに黄金の鍵があります。どうかお取りください。でもこの鍵はザイラスを倒さないと使えないで、あ、さっき倒した僕はここに残ります。ごめんなさい。頑張ってラゴンを倒してください。私たちの王様になる日が早く来るようにお祈りしています。錆びついた鍵を手に入れた。はい、それでは時間の区切りも良いところなのでこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。